はい、どうも西武所沢車両チャンネルでございます。今回はですね、 JR 東神奈川駅に来ております。今年でですね、横浜線は開業115周年を迎えました。現在横浜線は E233 系が走っておりますが、昔はですね、205系や103系なども走っておりました。横浜線は八王子から東神奈川間で運行しておりますが、一部の電車におきましては根岸線の大船まで走っております。 LCD の案内にも八王子から大船までの表示がされております。ちなみになんですけど、横浜線は各駅停車だけでなく快速運転も行っております。東神奈川駅ではですね、京浜東北線の駅でもあるため、京浜東北線の車両も入線するっていう形になります。この E233 系の横浜線ですが、橋本に向けて東神奈川駅を発車いたします。続いて八王子新横浜方面から来た横浜線 E233 系が入線いたします。根岸線直通と記載されておりますが、東神奈川から横浜間は京浜東北線になります。そして横浜から大船間が根岸線という形になります。ご注意ください。日中の横浜線は根岸線直通は桜木町までの運行となっておりますが、朝とかですね、夜とかになりますと、大船まで走ることもあります。まあ日中の運用とかはね、すべて大船駅は京浜東北線方面からの電車になりますね。だから横浜線はすべて日中は桜木町までという形になります。今度はですね、横浜線開業115周年の記念ヘッドマーク車両が入線してきました。これはですね、横浜線沿線で働く社員がデザインしたヘッドマークになっております。こちらはですね、お客様への感謝の気持ちを表現するためにご縁を象徴するリボンをつけたものになっております。遠くから見ますと、電車が蝶ネクタイをつけているようにも見える感じになっております。
その一方でこちらはですね、ラインカラーである緑色を基調として横浜線沿線の自然をイメージをしたものになっております。横浜線はですね、将来的にはワンマン運転をする計画もある関係で、ATO ボタンなど、ワンマンモニターなどの、そういうワンマンに関するものが設置されております。また横浜線におきましても、ホームドアの設置もある関係で、将来的にはですね、東神奈川駅におきましても、ホームドアが設置されるものと見られます。最後にですね、その横浜線115周年記念ヘッドマークの2233系発車を見送って終わりにしたいと思います。横浜線開業115周年記念ヘッドマークの運行ですが、2023年の9月から2024年の3月まで運行する予定だそうです。あと残り5年で横浜線が開業120周年を迎えることになります。これからも横浜線の活躍をぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、今回はですね、 JR 横浜線開業115周年を迎えたという動画でございました。以上で終わります。